おすすめの劇団、台本、役者さんなどを勝手に紹介するラジオ、とりあえず演劇ラジオ、パーソナリティの鎌様でございます。番組を始める前に注意事項があります。我々は演劇の専門家ではありません。内容についてはご容赦いただけるとこれ幸いでございます。はい、とりあえず演劇ラジオ第42回でございます。今回はですね、本編に行く前にツイッターのハッシュタグでいただきました、番組のご感想を、私鎌様一人で、紹介したいと思います。私ちょっと最近引っ越しまして、まあここはあの新たな、まあ、アパートの一室で、収録をしてるんですけれども、ですね、お隣でまあ結構大規模な、工事をやっておりまして、でちょっともしかしたらその工事の音が、入ってしまってるかもしれませんが、ちょっとご了承ください。それでは番組にいただきましたハッシュタグのご感想を紹介していきたいと思います。まずはですね、あやほアットただのポッドキャストリスナーさんからいただきました、5月11日にいただいております。今日聞いたポッドキャスト1ということで、ポッドキャスト番組のハッシュタグが並んでる中に、演劇ラジオ入れていただきました。ありがとうございます。あやほさんですね、6月13日にも、今日聞いたポッドキャストその2ということで、これまたハッシュタグがいっぱい並んでる中に演劇ラジオ入れていただきました。ありがとうございます。あやほさん、今回もお聞きいただきましてありがとうございます。またまあツイッター等々で、絡んでいただけると幸いでございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、あやほさんありがとうございました。続きまして、あやなさんからいただきました、5月14日にいただいております。演劇ラジオ39かまぶくろ、演劇関係ないなと思いきや歌舞伎が出てきましたね。蜷川幸雄さんイコールシェイクスピアという感じですね。お二人から見た蜷川幸雄さんを楽しみましたといただきました。ありがとうございます。第39回蜷川幸雄さんの回ですね。で、この時かまぶくろが、まあ確か初登場したのかな。歌舞伎、何話したっけ、なんかお菓子の話して、そう。あれですよ。そうだ。私が、今、ワンピースにハマってるっていう話をしまして、で、そうですね。それで、ワンピース歌舞伎が、の話が、出てきたんですね。そう、引き続き私ね、ワンピース読んでおりまして、あれから読み進めて、今、ウォーターセブン編になるのかな？まあ、いよいよ大詰めで、ルフィと敵キャラのロブルッチってのがまあ戦ってるんですけれどもね、まあこれがまあやっぱ面白いですね。ギアセカンドとか言ってごめんなさい、全然見てない人全然わかんないですけど、はい。で、あやなさんですね、6月13日も、ご感想いただいております。演劇ラジオ40出ましたね、かまぶくろ。新徳丸を見てみたいんですよね。小栗旬くんの周りの人は松潤も入れて、みな蜷川幸雄さんの演出のイメージですね。いろんな方が出て楽しいですといただきました。ありがとうございます。40回は蜷川幸雄さんに育てられた俳優たちということで、まあ小栗旬さんをはじめとしたいろんな俳優さんたちを、紹介した回ですね。そうですね、いろんな、まあ、5人の俳優さん女優さんを紹介したんですけれども、今聞くとなんかこれまでにない回というか、ちょっと変化球の回だったんですけれども、楽しんでいただけたようで、やってよかったですね。それからあやなさん、7月12日にもご感想いただいております。演劇ラジオ41、石田ゆり子さんとか生瀬勝久さんが出てたのを YouTube でチラッと見た記憶がありますが、バタバタしてて、ちゃんと見たらよかったなぁと思いました。
もう一度探してみますといただきました。ありがとうございます。第41回12人の優しい日本人を紹介した回ですね。石田ゆり子さんとか生瀬勝久さんが出てたのは、まあ番組内でも紹介してますけれども、2005年にパルコ劇場で、三谷幸喜さんが演出をして、やった12人の優しい日本人ですね。まあ私これまあ見てないんですけれども、まあとりあえずネットでの感想とかを見る限りはもう本当絶賛されてましたので、本当に絶賛された感想しか出てこなかったんでね、これ面白いと思います。そうですね、ぜひ見てみてください。はい、彩菜さん、毎月ご感想いただきまして本当にありがとうございます。はい、では続きまして、ナルト姫ごとさんからいただきました。5月30日にいただいております。ありがとうございます。私もなかなか感想をかけずごめんなさい。拝聴してます。演劇ラジオ、シェイクスピアの作品はクラシックでも多くて、いろいろな演出が楽しいです。マクベスとかは必ずお祓いしてから演奏しますよ。真夏の夜の夢、ブリテン作曲のパックは最後まで物語の中心に描かれていて大好きといただきました。ありがとうございます。ナルト姫ごとさん、ナルト姫ごとってまあまあポッドキャスト番組の名前なんですけれども、まあナルト姫さんっていう方がお一人でやられてる、ポッドキャスト番組になります。で私もナルト姫ごと聞いてるんですけれども、番組の感想をつぶやいて、そのお返事として、そうですね、私の番組の、感想をいただきました。これは、あれですね、蜷川幸雄さんの回ですね。マクベスってクラシック音楽でも、まあ、あるんですけれども、なんでしょう、将軍が、その君主、王様を殺して自分が王様になるっていう、謀略と暗殺の物語ですので、ねえ、これ、知らなかったんですけれども、演奏する前にお祓いするんですね。これは、ナルト姫さんならではの、情報といいますかね。真夏の夜の夢も、結構、蜷川幸雄さんが演出されてた作品なんですけれども、まあ、シェイクスピアっていうとどうしても、ロミオとジュリエットが有名なんですけれども、この真夏の夜の夢も、本当に、面白くて、見やすい、作品になっております。ね、見たことないっていう方はぜひ、見てみてください。本当にこのパックがね、いい味を出してくれてますんでね。はい、よろしくお願いいたします。それから、ナルト姫ごとさんですね、4月11日にもご感想いただいております。演劇ラジオ、カマ様、オープニングが衝撃すぎてしばらく本編が頭に入らず、三谷さんの作品はいつもシニカルだなぁと思ってます。役者さんに合わせたセリフなのも納得。いろいろな人がいますからね。上に立つ方は大変だと思いますが頑張ってください。ちなみに今日のビータ、私は新潟です、タイムリーといただきました。ありがとうございます。これは第41回の12人の優しい日本人のご感想なんですけれども、まあオープニングですよね。私がまあある事情でとってもナイーブになってるっていうオープニングでしたので、その全体的に暗いんですよね私が、もう姫、本当にご心配をおかけしました。あれからそうですね、新しい店舗に来て、1ヶ月ぐらい今経ってるんですけれども、もうすっかりメンタルの方は回復いたしまして元気にやっております。でこのご感想をいただいた日にちょうどお仕事で私の住んでいる新潟の方に来ているということでね、このつぶやきの後ですね、ナルト姫どうやらまあ新潟の町に、繰り出したようでですね、なんか飲み屋さんのメニューの写真がツイッター上に上げられておりましたけれども、やっぱり新潟といえば日本酒なんでね、美味しい日本酒を、堪能されたようで良かったと思います。はい、ナルト姫ごとさんありがとうございました。
番組にいただいた、ご感想は以上でございます、今回もたくさんのご感想いただきまして、ありがとうございました。さて続きまして、本編でございます。本編はですね、伝説の役者シリーズということで田中邦衛さんを、ご紹介しております。それでは、お聞きください。どうぞ。ねえねえ、原子の無駄遣いって知ってる？知らないの？原子の無駄遣いとは、時間も空間も原子レベルで無駄にする番組である。せーの、毎週水道更新中。はい、それでは本編なんですけれども、今回はですね、伝説の役者シリーズですね。お、はい、今回、紹介したい役者さんはですね、田中邦衛さんでございます。あら、はい、まずちょっとしたプロフィールをご紹介します。1932年、昭和7年の11月23日生まれ、2021年、令和3年の3月24日に亡くなっております。88歳ですね。日本の俳優でございます。その個性的な風貌から名脇役として数々の映画テレビドラマに出演された方ですね。またその独特の喋り方は、まあ、芸能人から一般人まで、モノマネのネタの定番として定着している、国民的俳優さんでございます。まあ、モノマネされやすい人ベスト3として、まあ、ビートたけし、アントニオ猪木、そして田中邦衛ですね。否めない。そうですね、大体この3人の誰かしらみんなモノマネできるっていうですね。ですね、本当に俳優一筋と言いますかね、この方は。まあ、俳優さんって有名になってお金入ってくると、自分で独立して事務所作ったりとか本書いたりとか、まあいろいろ他の活動をやりがちなんですけど、副業的なね。そうですね、はいはいはい、ただもう本当田中さんは俳優一筋でございますね。まあ、というのもですね、田中さんとてもシャイな性格をしていらっしゃいまして、自分が表に出ることを極力避けておりました。へ、なんでインタビューとか、うん、トーク番組とかバラエティ番組、そういうものにはほとんど出演してないですね。イメージないですね。そうですね、だからその何かの役になってその撮られる、撮影されるのはいいんですけど、うんうん、素の自分を出すっていうのがとても嫌っていた。本当に本当にそういうのがダメで恥ずかしいっていう、そういう方だったんですね。シャイなんですね。そうですね、シャイな方だったんですよね。ね、田中さんのその生い立ちの方ですね、振り返っていきたいと思います。はい、1932年、岐阜県の土岐市で生まれました。実家がですね、窯元陶器、はい、陶器を作っているところ の、 出身だそうです。で、大学の卒業後にですね、一度、学校の先生になります。ただ優しすぎて子供を叱れないということで、教師の道を断念しまして、うん、まあ、上京しまして、昔から憧れていた俳優を目指すことになります。で、1955年ですね、田中さん23歳の時に、劇団俳優座、うん、こちらの方に、合格いたしまして、うんうんうん、その後3年間の養成所生活を経て、正式な座員に昇格いたします。で、まあ、当然仕事の依頼が来まして、1957年25歳の時に映画初出演をするということになりますね。うん、だからまあ俳優を志してからは割とトントン拍子で、すぐ、ね、映画とかドラマに出演することになります。まあ風貌で喋り方なんで、映画監督としてもやっぱりなんだ、使いたくなるっていうか、
やっぱ生まれ持って持ってたんでしょうね、この方は。ここからはですね、田中さん の, あの代表作を、紹介していきたいと思います。はい、はい、まずはですね、映画若大将シリーズでございます。ですね、これが1961年から、1971年まで制作された、加山雄三さん主演の大ヒット映画シリーズでございます。この時は田中邦衛さん29歳ですね。田中さんはですね、加山さんが若大将と呼ばれてるんですけれども、若大将のライバル役青大将を演じております。加山雄三さん、若い方は知らないと思いますけど、当時人気絶頂のトップアイドルですね。俳優さんをやって、歌も歌ってみたいな。そうですね、エレキギターで、当時若い女性からキャーキャー言われていたと、今で言うと菅田将暉くんみたいなもんかな。大スターです。大スターですね。はい、うん、で、なんだ、青大将ってライバル役っつっても、若大将の、友達とか仲間みたいな感じで、だいたいいつもその青大将が厄介事を引き起こして、で、若大将がスパッと解決するみたいな、ちょっとそんな感じで、なんでしょうね、物語のキーマンとなっておりました。で、この若大将シリーズは全17作あるんですけれども、もうその全てのシリーズに、田中さん出演しております。で、田中邦衛さんはこの作品で、当時の若者を中心に俳優として、顔が知れ渡るようになりますね。いわゆるブレイク作品ですね。ちなみにこの頃に、田中さんは一般女性と、結婚されております。で、1964年には第一子となる、長女ですね、が誕生しまして、でこの方は田中純子さんと言いまして、で現在NHK のキャスターを、やってらっしゃるそうですね。はい、続きましてですね、1965年、田中さん33歳なんですけれども、映画網走番外地シリーズというものですね。これがですね、高倉健さん主演の、大人気映画シリーズでございます。高倉健さんが網走刑務所の囚人を演じて、そうですね、脱走をしたりとかする、人気シリーズなんですけれども、田中邦衛さんは健さんを慕う弟分の囚人をコミカルに演じております。これで、高倉健さんと田中さん知り合いになりまして、高倉健さんを役者として、大変尊敬していたそうです。続きましてですね、1973年田中さん41歳なんですけれども、映画仁義なき戦いシリーズですね。これも有名なシリーズですよね。これ深作欣二監督で、菅原文太さん主演の、こちらも大人気シリーズの映画でございます。ここでですね、田中さんは、これまでのコミカルなイメージを一新しまして、ずる賢いヤクザ牧原を演じております。でこの年に、俳優座を、退座しまして、フリーにやっておりますね。では続きましてですね、1981年、田中邦衛さん、49歳なんですけれども、この年に、フジテレビ系ドラマ北の国からが、放送されます。はい、田中さんは、主演の、黒板五郎さんを演じております。1981年から、82年にかけて、連続ドラマが毎週放送されまして、その後、数年の周期でスペシャルドラマが、2002年まで、放送されたということですね。で田中さんは黒板五郎役を21年間演じ続けて、田中邦衛さんの一番の代表作となっております。21年、そうですね。でモノマネをよくされるって最初に言ったんですけれども、
モノマネをされるする人のほとんどがあのこの北の国からのモノマネですよね。なるほど、うん、そうですね。大体あのなんだあのつばのついたニット帽をかぶって、なんだまだ子供が食べてるっしょっていう。ああそう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 。あそこのシーンもよくモノマネされますけど。そうそう、それこそ私もあのあれですよね、このラジオのジングルで、はい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 、ちょっとやってます、ね、はい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 。とりあえず演劇ラジオ、子供がまだ食ってる途中。続きましてですね、1993年、田中さん61歳なんですけれども、映画学校ですね。おぐりキャップ、そう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 、はい、山田洋次監督、そして西田敏行さん主演の映画でございます。こちらは夜間中学校が舞台になりまして、で夜間中学校なのでまあその若い人だけじゃなくて、いろんな年齢の生徒が、通っているという夜間中学校の設定ですね。で田中さんは文字が書けない中年のおじさんの生徒、猪野さんを演じております。そうですね。で、まあ、この猪野さんがあの競馬が大好きでね、中でもあのオグリキャップっていう昔あの実在した馬がいるんですけれども、こちらがもう大好きという設定で、文字の書けない猪野さんを、熱演しております、覚えてるシーンがあるんですけど、猪野さんがそのなかなか字が書けないから、はい、あの西田敏行さんが、まあ、先生だよね、はい、で先生があの黒板に「おぐりキャップ」って書いて「猪野さんこれなら書けるか」っつってであの田中さんが前に出て、すごい拙い書き方で「おぐりキャップ」ってカタカナの授業なんですよね。書いて「うわ書けた」っつってみんなでわーってなるシーンがすごい覚えてますね。あのだから田中さんもだから字が書けない演技をしてるわけですよね。まあ、そうですね。本当本来はもう書けますから、だからその田中さんのそのなんだとわざとたどたどしく字を書くっていうの、その演技もなんかもすごいなと思って、なるほど、うん、それもやっぱ強烈に覚えてますね。学校シリーズいいですよね。学校シリーズ、そうそう、この学校ね、最初の第一作目なんですよ。でだから学校4まで続きますね。4まで続くね、その後のシリーズに虹をつかむ男、あれも山田洋次監督で西田敏行主演で、まあ、猪さんではないですけどね、田中邦衛が今度映画館の技師としてまたいい味出すんですよ。これはご存じないですか。それは頑張りました。申し訳ない他の作品にも出てるわけですね。そうそうそう、もう、その学校版のね、いい作品なんですよ。はい、わかりました。虹をつかむ男ですね。はい、はい、私もちょっとぜひ見てみたいと思います。ぜひぜひ、はい、あ、ちなみに田中さんはこの学校で、日本アカデミー賞助演男優賞を受賞しておりますね。はい、続きましてですね、2001年、田中さん69歳なんですけれども、あの映画みんなの家でございます。出ました、出ましたね。こちらは、三谷幸喜、脚本監督、唐沢俊明さん主演、まあ主演といえばそうかもしれませんね。って言っていいのかな、はい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 、とある夫婦があの新しい家を建てるってことになって、ココリコ田中と、そうですね、八木さんがね、あ、フジテレビのアナウンサーの八木さんが夫婦役で、唐沢俊明さんがあのインテリアデザイナーなんですよね。で田中さんはあの大工の棟梁で、八木さんのお父さんね、そうですね、八木さんのお父さんっていう設定で、大工の棟梁である、長一郎を演じております、でその唐沢さんとあの意見がことごとく対立するっていう、その辺があの非常に面白い、そう映画となっておりますね。今時のインテリアデザイナーと昔ながらの大工の棟梁、そうですね、この撮影、三谷幸喜監督で撮り終わって、試写会をした時に、田中邦衛見て、三谷幸喜に「監督、これはコメディなんだね」って言ったらしいんですよ。ああそう、
もう本人はずっと真面目に演技してて、あ、でそれを初めて試写会で見て、はい、みんながわーわー笑うもんだから、はい、あ、これはコメディなんだってその時初めて知ったそうなんですよね。あ、そうなんだ。だから田中邦衛としては、うん、もう本当に真剣に芝居をしてるだけで、はいはい、それがこうどう映ってるかっていうか、どういう作品になるかっていうことでなく、やっぱりその役になりきってやってるだけ。なんかすごい真面目な田中さんらしいエピソードですね。そうそうそうなんですよ。そうか、この、あの、あれですよね、みんなの家は各映画配信、あ、きっと見えると思いますね。三谷幸喜作品第2弾、うん、そうですね、はい、Amazon プライムとかでそういうもので、見ることができますんでね、はい、気になった方はぜひ見てみてください。何かいい物語があって、それを語る相手がいる。それだけで人生は捨てたもんじゃない。1900、海の上のピアニスト。あなたに届けたい物語がそこにある。ポッドキャスト、朗読の時間。長きにわたって、有名な作品にばかり、出演している田中さんなんですけれども、うん、ですね、2010年頃からですね、体力の衰えが見え始めまして、まあ、長ゼリフが覚えられないという理由で、仕事の依頼を、断っておりました。いわゆるあの休業状態ですね。で、あのリハビリをして、まあ、夫婦二人三脚で、復帰の方を願ってたんですけれども、2021年の、3月24日に、老衰で、亡くなられております。結構ね、幅広い役者もねやってたみたいで、ルパン三世の実写版で次元大使館曲をやってたんだよね。あー、なんかちらっと見たな。あの、まあ、昔のルパン三世です、ね、昔の、そうそうそう、小栗旬じゃなくて。ああ、うん、まあ、そうそうそうですね。そうですよね。うん、あと、あ、そうだ、あのコマーシャル出てましたよね。コマーシャル、うん、食べる前に飲むってやつ。大正漢方胃腸薬。そうだ、大正漢方胃腸薬。はい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 、はい、あれもなんだ、結構その当時は確かにインパクト強いですね、うん、だからその食べる前に飲むがあそこであの初めて出てきて、うん、その後のあの大正漢方胃腸薬のキャッチフレーズになりましたよね。で、田中さんはですね、あのインタビューやあのトーク番組の出演が、まあ、ほとんどない方なんで、ね、あの本人の言葉というのが、まあ、残ってないんですよね。あの私が調べて、まあ、その後の田中さん本人の言葉が、一つ、残っておりましたので、それを紹介して、締めたいと思います、うん、俺って本当に恵まれてると思いますよ。妻と二人の子供に恵まれてこんな顔して役者で飯を食わせてもらってるんだから本当にラッキーですよ、はい、田中